アリゾナに入りましたよ。あ、でも雨が気持ちいい。写真撮りますからね。これいかんですけど、あの世を見るっていう。あ、でもちょっと曇りすぎた。うっすら。よし、次次次いくよ。女性の涙の雨ですよ。これもうみそぎが始まってますもん。お前は見せるかと。見せてたまるか。見せてたまるかと。ほら、あそこに人がちょっとたまってるでしょ。見ると。あれがゴールの。もうそのフェンスでまず見よう。じゃあ、あの際で取る、はい、際に行こう。ただそこおふざけ禁止ですね。マジでマジで。グッとくるものがある。あるある。言葉にするぐらい。どうぞ。アメリカの良さってさ、うん、まあやっぱシティもいいけどさ、うん、こういうとこの方がなんか感動せへん。するする。めちゃくちゃする。Go ahead and redo my introduction. My name is Jaden. I'll be your guide along this trail here. Welcome to Lower Antelope Canyon and also. Indy Jones. よかった。いや、すごい本当に良かったです。経験なかなかできるもんじゃないんで、ね、すごい貴重な体験です。これを見ていくよ。カズを信じるよ。信じてやマジ中華そうじゃん。食べていいですよ、全部気持ちよく。何からいく？まずこれからやろ。冗談でしょ。一番大きいチキンからいった方がいいんじゃない。基本的にね、部位説明しますね。これはね、ブリューです。背骨もついてる、ね、それはガンダムの足のところでしょ。これもも肉ですね。ガンダムの肩ね。これ手羽元。ガンダムの指。で、これ手羽先だね。ガンダムのお尻。これからいきますか。じゃあ、私はこの手羽から。で、これカリッカリ、うん、カリッカリだね。クリスピー。コクがあるの。だからね、唐揚げなんですよ。そう、唐揚げなのよ、うん、そうフライドチキンというか、めっちゃくちゃ美味しい。あ、もういっぱいあるよ。すごいタイミングいたんじゃない。めっちゃジューシー。
どれが一番光ってるか見て。これ。わ。やっぱミリオネアを刺したよ。起きといた。ミリオネア。ドルマークが好きなんです。ドルマークが好き。はい。カラスね。ちょっと感想言っていいですか。どうぞ。ものすごい手すりが冷たいです。キンキンだった。これナバホの手縫いの絨毯。おいくらでしょう。手縫いですもんね。ナバホの人の。労働に対する対価がいくらぐらいかってことですよね。でどれぐらいの時間がかかるかっていうところと、でまあそこからかけて14万5千円、はい、だからって1万ドル超えるとここに普通にこういうふうに飾らないと俺は思ってて8000円。じゃあ答え発表してよろしいですか、はい、答え発表します。600万です。これ全部手作り。すごいですね。すべて本物のターコイズでシルバーに作ってます。1600、まあ1700ドルぐらいになりますっていうのと。ターコイズあのターコイズは。ラックがやってきて、しかも悪いものから守ってくれる。思い出した、お前そういう場だもんな。ベニスビーチで T シャツ4枚800ドルで買わされてたわ。ここにします。22と2がラッキーナンバーなの、はい、金額から削ってん俺、うん、これナンバーから削ってもいいね。そのナンバー当たってたらそれが金額いくらか。これでいく。あ、もう一気にいく。これでいく。多分一人で当たったら全部いくけど。あ、でも値段これ5万ドル。40万。なし。12万。朝どうでした？見えなかった。めっちゃ気持ちいいです。こういうものをぜひ見てほしかったですね。どうですか？最高じゃないですか？いや最高すぎる。映画のセットなんか舞台にセットに足踏み入れた感じですね。だから映像では見てるんでなんか馴染みはありますけど、実際来ると全然違いますね。これで。あ、そう、写真撮って撮って完璧かも、まっちゃん。お前すごい、もう反響してる。どうぞ、はい、3秒ね。3秒です。帰ってこないね。ちょっと弱かったです。じゃあ僕やってみようか、はい、
3秒後に帰ってくるからね。聞こえました。はい、あれ？聞こえたね。聞きました。もう一回行きますね。わわ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 わ。You can try it, please。お見本を見せてくれます。彼が。かっこいい。目指し方。聞こえた聞こえた、すごいすごくない、かっこよかったです、声の出し方がもう、そうそう、僕一番声の出し方ダサかったです。ムネさんかっこよかったです。声の問題だ、声の問題です。じゃあ声枯れるからやめとこう、これやめとこう。この身、はい、あるお酒に使われるんですけど、なんとか、あ、ジンですか。そうです、ジンの匂い付けにするやつ。はいはいはい、匂っ、匂ってくる、これ匂ったら絶対わかります。本当だ、はい、匂ったらもう絶対わかります。全然ね、鼻詰まってんだよ。ここまで行くとブラックベアって言って、はい、木の実ばっかり食べてる可愛いクマちゃん、あ、いる。昨日クマがいるって聞いてどう思った？遭遇もししたらどうするんやったっけ？クマに遭遇したら、うん、鼻が急所やから、そこをバチン制限付き。ちなみにマウンテンライドで会った時の対処法っていうのはグランドキャニオンのレンジャーが教えてくれて、じゃあちなみにマウンテンライオンに出会った時はどういうふうに倒すんですか？マウンテンライオンちょっとまだシミュレーションしてないんだけど、まず瞬きしない、後ろずたりしながら最終最後戦う。ここ急所やから、パッと向こうが瞬きした瞬間にズドーンと聖剣突き入れる。バチンね、バチン。こうして、こうやって寝て、完全に肉じゃがですね。あ、ごめんなさい、肉じゃがが来るもんやと思ってたんで何の違和感もなかったですけど、肉じゃがじゃないんですよね。シチュー、なるほど、シチュー、めっちゃ美味しいです。これめっちゃうまいね、ほんま大うまい。こんなうまいのがこんなところで食べれるの、クリアね。嬉しいよ、2人に美味しいって言ってもらって、なんかすごい嬉しい。シェフ呼ぶ？シェフ呼ばなくていい？大丈夫です。もちろんもちろん取りますよ。大丈夫。ミュール、あれがミュール鹿、これ後ろがムース、あれがムースで、奥のやつがエルク、でも剥製ですよ、剥製で、真ん中がバッファロー。これはちょっとすごい、グランドキャニオンビューなんてあるんだ。ありがとうございます。これはすごい、さすが社長だ、ムネムーラーさん、ありがとうございます。何、私が撮ったわけじゃないですけど、かっこいいよね、かっこいい、うん。
やっぱ指輪とかさ、いいね。俺がさ、この指が潰れちゃってるから、この指にはめれるの欲しいな。これ可愛いね。ワンサイズやから一回はめてみる。ね、なんか、そうか、ワンサイズやからね。Thank you。かっこよくない？かっこよくない？入るか入らないかね。シンデレラフィッチ。へえー、かっこいいかっこいい。じゃあこれをこれから買いましょう。え、マジ？マジ。40の記念に？うわ嬉しいな。こんな思い出のある指輪を。かっこいい、気に入った。一生大事にします。お互いの素敵な40人、そしてわざわざラスベガス、グランサークルまで来ていただけたらいい思い出に、これからの担当に。いいね。で、来年売るんでしょ。売るって言えよ、流れ的に。でも本当に一生大事ですよ。そりゃそうだな。あれやってみたら、すごい神秘的。いやだ、これ絶対何かやってみて。やめて。やめて。あそこの、あそこにほら三股のメサが見えるじゃん、はい、あれがカセドラルロックって言って、カセドラルロック、あれも上に登れるの。あの上に登れる。そう、4大ボルテックスポイントって言って、さっき言ったボルテックスパワーがより強く出てる4つのポイントのうちの1つで、もう1つがあの正面にほらベルみたいな形、あれベルロックって言って、あれも登れて、あれを登ると富と名声が得られる。あれどうやって登るの。あれね、横結構ね普通に登っていけるんです。とりあえず富と名声が得られるんで写真撮っときます、はい、もういらない。あ、いや、入ったことないですけど、はい、どう、なんかどういう感じにするんですか。普通に入ればいいです。普通に入って普通に座って普通に見ればいいです。黙ってました。いや、なんかエリオただ座らないといけないっていう感覚にやっぱなっちゃいますね。
この右側ネイティブアメリカン系の、テーマパークの世界観。テキーラを毎晩飲んでた。あそこの看板に撮りましょう。あ、はい、あ、これはもうそのムネさんが来られた時からもうあれですか、ルート66は廃線になってたんですか。廃線です。もう全然そんな僕古い人間じゃない。椅子座ってやっていいんで写真撮りましょう。はい、座っていいです。記念写真用で、そこにいるのがルート66復活させた男、エンジェルさん。日本の猫には見えない。おいで猫ちゃん、おいで。売り子じゃんね、あなたね。売り子じゃんね。すごい虹出てますね。写真撮る？あ、こうやって手のひらに乗せてあげる。ちょっと真横にして。ありますよ、最後の大逆転ですよね。ここ最後の大逆転ですね。やっぱ持ってる男が違うね。行くやろ。素晴らしい、全てに感謝。これ見てる間にあなたスクラッチしたらいいんだよ。そうだね、俺行ってくるわ。